皆さんこんにちは、東北キリタンです。はい、こんにちは。今日も究極の釣りシミュレーター2をプレイします。今回はプレイ時に気づいた魚の挙動のお話になります。1ヶ月近く前のプレイとか混ざってるからバージョンアップで全然変わってるかもね。細かいことはいいんだよ、どうせ誰も見てねんのは。ってなわけで、1ミリも頭使わなくても釣れるようになった釣り場を卒業し、流れの速い川マップに行ってみることにしました。小学生の頃は川で釣りしたもんよな。街中を流れる川で釣ってただけだけどね。ほとんどウグイだったけど、なんかニジマス釣れたり、ちょっと狭いとこ行けばトゲウオみたいの釣れたりしたから楽しかったよね。渓流釣りはしなかったの？渓流釣りはアブがいてね。他の虫は全然平気なんだけど、アブだけは、あいつらだけは手に負えないんだ。ああ、アブ絶滅すればいいのに。秋に行けば？山の中で寒いの嫌なんだ。冬に雪の中で堤防に座ってるくせに。山の中は絶対に時間かかるからね。将来、アブが絶滅したら夏に行くわ。一生行けねえな。ってなわけで川面ロード完了。餌も、川釣りっぽい餌に変更します。川釣りはミミズか変な虫だろ。そうですね。ゲーム的にはどうなってるのか知らないけど、とりあえず変な虫にしましょう。トビケラやな、石ひっくり返したらいるやつ。それカワゲラでね。トビケラは、キモイスの中にいるやつだよ。あ、あのキモいやつか。カワゲラの方が可愛げあるよね。でも餌にするには薄いんよな。子供の頃は、リンタロウとかいう餌ミミズ買ったりもしましたね。余ったの玄関にそのまま置いといたら脱走されて家中ミミズだらけになって怒られたよな。あるあるですよね。なんかすごい勢いで流れてね。自然のルアー的なあれでいけね。全然ダメでした。3週間後。そこにはぬるい釣りを続けてレベル10になったキリタンがいた。ってなわけで川リベンジですよ。流れが強いと餌釣りは無理。じゃあ、流れのないところで釣ればいいじゃないか。正論だけどそういうところって小魚しかいなくね？リアルだとそうでもないけどゲームだとどうなってるんかな？まあやってみましょう。なんかバージョンアップして表示変わってる。3週間空けばな。は？根がかり？ゲームでも地球釣れるの？仕掛けなくなるんか？やだやだそんなのやだ。それが嫌だからリアル釣りでも根がかりしないところ選んで行ってるのに。お、無事戻ってきた。ゲームでも仕掛けなくなるならこのゲームやめる。なくならなくてよかった。っていうか、投げた時の飛距離が昔よりすごい伸びてる。前70メートルも飛ばなかったしな。バージョンアップで変わったんだな。向こう岸まで届かせても意味ないよね。場所変えるか。なんか白波ない端っこの方行ってみよう。流れがなさそうだしね。カーソルじゃなしに選ばせてくれ。ああ流れる。どこも流れる。深さ10センチとか浅すぎ。魚の姿が全くないな。やっぱりなんかやり方違うんだよ。渓流釣りみたいな雰囲気だけど渓流釣りじゃないんだよね。くそくそ、おらおら。そんな動きじゃ魚逃げるだろ。あー、カメラがはみ出て外が見える。話にならんな。くそ、ハエをアップにしてやる。え？なんか来た。あいつどっから出てきた？うおう、逆スケキヨズリー。物理法則がおかしい。おかしいやろがい。なんであれで釣れてるんだ。システム的な判定を探さないといかんな。そうだな、あまりそういうの好きじゃないんだが。リアル釣りでも餌垂らしときゃなんか来るだろ精神でしかやってないもんな。それが私の理想の釣りなんだよ。はいはい。これまでで分かったことは、餌釣りは静止気味じゃないとダメ。浅くても魚は来る。ってとこだね。まあ当たり前な話でしかないようだが。いろいろ試してみよう。浅いところで90メートルまで流してもやっぱダメ。針サイズが合わないってよ。浅くて流れないところに曲げるかな。向こう岸だな。根がかりってなんだ？かかってないんだが。水に入らなかったら根がかり判定みたいね。キリタン釣りする気あるの？我ながらこれはひどい。こんなんで魚釣れたら昔の人も苦労しないわ。まったくだ。魚を誘うとか、なんかそういう駆け引きとかやらなきゃあかんよね。このゲームだとどうやるんだろうね。は？おいなんかかかったぞ。あれでなんでかかるんだ、おかしいだろ。まあとにかく釣り上げろ。ラジャー。駆け引きとかさ。。何度も繰り返したのだけど、再現性あるんだよね。地面に仕掛けを落として、少し引いて浅瀬に浸すと、魚がすぐ来る。
あまり地面に長居すると、自動で仕掛けが戻ってくるから水際に落とさないとダメみたいね。それで、魚が寄ってくるためには、ある程度の深さが必要になるから。魚が来られるところまで餌を移動させると、釣れる。なるほどな。そして、問題のシーンがここ。ルアーじゃん。ルアーなんよ。浅瀬に落とすところまでは一緒。まあ1メートルあるから結構深いけどね。一回だけ巻くよ。ん？緑の効果判定残ってるからか、微動だにしないルアーに反応してる。きっと、もう少し動きがあれば攻撃動作に入るのだろうが、餌を狙う魚は限られているようだ。限られてるってどういうこと？仕掛けを投げた時に魚が発生するみたい。発生？その辺泳いでる魚は見せ魚。投げた後に数匹釣れるための魚が発生するようだ。なんでそんなことわかるん？仮説でしかないよ。データ見てるわけじゃないし。これを見ると、反応する魚は一匹じゃないことがわかるよね。二匹魚が反応してて、浅いから餌にたどり着けない判定になってるのね。だから、餌を深いところに持っていくと。釣れるんだな。窓ある。二匹がマックスかね。でも発生するってのはどういうこと？すでにいる魚が反応してるだけじゃないの？それに対してはこのシーン。毎回格闘するの面倒くさいから、できるだけ足元スタートできないかと試してたのよね。近すぎると仕掛け回収モードになるから、ある程度は距離ないとダメなんだけど。これも陸に投げてから水際に落とす作戦なのね。そうなんだけど、仕掛けが近すぎて回収モードになったのよ。手元見てて。おい、魚出てきたぞ。そうなんだよ。魚がいるわけないところに、でかい魚が突然出てきたんだよ。あいつが本来釣られるために発生してきた魚なんだよ。なるほどねー。初回の着陸時なのか、着水時に発生するのかまではわからないけど、どっちかでターゲットが生まれてくるんだと思う。個人的には、初回の着地点だと思うんだ。陸に落としたところからを中心に魚が発生するが、陸側には発生できないから水側に発生。リール巻いて水側に寄せると、それが魚に近づくことと同義になるから、魚が寄ってくるのを待つ時間が短縮されるかっこ願望なんだと考えてる。陸でも水でも魚は浅瀬に発生せざるを得ないから、餌までの距離が縮むというのもあるかもだけど、少なくとも、深みに投げ込んで魚を待つよりは、早いような気はする。すぐ釣れるときは深みでもすぐ釣れるけどね。発生距離が近いと、そうなるのかな。あと、反応する魚が発生するってことは、いる魚を釣るんじゃなくて生まれた魚を釣るってことになるよね。地面だけ見ると当たり前な内容だけど。そうなると、餌や針の仕組みだけど。ああ、なるほど。針のサイズと餌の種類に合わせた魚が、その水辺にいるかを判定して発生させてるのではないだろうか。いない魚の好きな餌、いないサイズの仕掛けでは、魚が生まれてこない、と。そうなるねー。でも、すでに存在してる魚を仕掛けの近くにワープさせてるのかもしれないよね。その説も大いに考えられるよね。釣った後に生息条件に合った魚を補充してプールして、それをワープさせてるのかもしれないね。針の大きさに合った魚がいないと言われた後、同じ仕掛け投げたら釣れるのとかもあって、細部はよくわからないけどね。そこまで考えてもしょうがないね。検証したいわけじゃないしね。そうだね。仕組みに合わせて効率化してもゲームがつまらなくなるだけないよね。それが楽しいゲームもあるけど、釣りゲームはカンニングして釣ってもしょうがないんよね。釣りは釣れないことも楽しさの一つだからね。だよねー。初心者を誘った際に釣れなかった時のあの空気が辛くてなかなか誘えないんよね。釣りあるあるだからハハハなんて言ったら空気さらに悪くなるしね。それは相手との関係性にもよるけど、こっちから誘うとそのリスクもあるもんね。難しいよね。話が脱線したけど。まとめると。仕掛けを投げると、着地点を中心にそれに反応する魚が数匹出てくる。出てくる魚は仕掛けに対応した魚である。竿やリールの強度は考慮されない。魚の発生と移動は、ある程度の深さが必要。ってことになるね。かなりどうでもいい。私もそう思う。まあ、今後もいつも通り適当にプレイしますって結論だよね。それに尽きるね。じゃあそんなわけで、皆さんも、素敵な究極釣りシミュにライフをお過ごしください。対象者ゼロの挨拶やめろや。だいたいこんな状況な話の流れの動画なんてここまで見てるやついないだろ。いるかもしれないだろ。そうですね。くっそ。まあとにかくそんなわけで、今回の動画は終わります。お疲れ様でした。またのお越しをお待ちしております。だから誰、それじゃあまたね。